西沢三蔵8月1日から1934年5月11日は日本の実業家、事前家。園席に西沢五一郎。蔵で養蚕業を営んだ。松代藩市、西沢伊兵衛の長男として長野県沙良郡で生まれる。1893年、家督相続。相続により養蚕業を存続させる。 西沢家の祖は、川中島の戦いよりも前から武家として存在していたという説がある。西沢家は、真田桜山の家臣であった。妻、葛西糸は、葛西昌兵の次女、規勢徳までの三女である。子女には三男、常人がいる。母、宗は、松代藩で昌屋を世襲し続けた中村県、左衛門野の次女。弟は、松代藩氏の中でも、 中級武士に値する高橋家に養子入りした後に家督を相続した。親族に、真田桜山の家臣で構成された松代県の職員、西沢仁七郎。祖母、笠西喜世の義弟、大木良介。その父、大木口明良介の弟、狩野の衆三妻、浅田徳則の四女家事。品の国松大真田家文書目録。 人間文化研究機構国文学研究資料館2020年12月9日閲覧狩野衆参人事更新録第8版人事更新書2021年1月3日閲覧ありがとうございます